皆さんこんにちは。から元気な万歳大家でございます。万歳大家の YouTube チャンネル、今日はここ沖縄那覇、那覇那覇の那覇です。千田光雄じゃありません、万歳大家でございます。ご機嫌でしょ。まあ、から元気ですよ、から元気。それで今日の日付を教えてくだされ。皆さんこんにちは、すんだもんなのだ。今日は8月25日、後でテロップにも出てくるのだ。最後までゆっくりしていってね、なのだ。はい、今日は楽しい日曜日でございます。ワンアンカー、違う、今日は楽しい日曜日でございます。タイ語でワンアーティアーティット、日曜日。先ほどね、ちょっとネット見てたら、スシローのね、季節の、あ、今特選なんかお買い得、お買い得じゃないな、お得品みたいな感じで、あのね、一皿130円だったかな、120円だったかな、あの一番安い皿、それがね、漬けウニ、あのこの海苔の上にこうご飯が乗っかってるやつ、それと中トロ、これ1貫だけど、これ100円なんですよ、100円。まあ1貫だからね、でも 100円。それ見てね、今日のお昼ご飯はスシロー一択だ。天気もいいし、昨日ね、本当にね、あのジメ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 して、ちょっと降って雷が鳴って、ざっと降ってまたちょっと降ってなんてね、あのなんとかってね、あのお店行ってきたんですよ、新店開拓。今日はいつも使いのてかね、あんまり行かなかったんだけどね。でもスシローってね、そうやってね、お得ななんとかって、この前はね、イクラだったんですよ、イクラね。それでスシローで、今日日曜日でね、今時間ね12時ちょっと前、だから今一人のカウンターだったらね、11時50分、カウンターだったらね、そんな待たなくても入れんべえと思ってね、今からアメキュのスシロー店に、アメクのスシロー店、スシローのアメク店に来たいと思います。ここまっすぐ行ってね、それで T 字路右曲がったらすぐだと思うんだけど、スシローです。最近ね、ちょっとね、食がちょっと細め、なので、今日はスシローでいっぱい食べると高くなるなって伝えてね、もう1000円オーバー当たり前ですからね。またせこい話だんだんなってきましたが、いや、せこい話といえばね、おしゃべりしますよ。今日はここからが本題なのだ。世の中のニュースには必ず裏がある、そんな人間だもの系のお話なのだ。枝豆だものなのだ。もっとせこい奴らがいるんですよ。というかね、強欲、強欲すぎる。これでね、また癒してもらうけど、安倍ちゃんとかキッシーとかに、外国人入れろってね、あの言ってんですよね。あれね、人手が足りない、これこのままじゃ日本のね、基幹産業が立ち行かないなんてね、あの特定の団体の人たち、特定のその企業の、まあ、あの人たちもね、あのなかなか大変なんですよね、四半世紀に一回。うはははは、万歳大家さん、四半期のことを四半世紀と言っているのだ。25年間、そりゃいいね、なのだ。枝豆、決算出さなきゃなんないって、だんだんね、アメリカンナイズされちゃってね、追いまくられてるんですよね。だから、ね、安易にね、外国人入れて安い賃金で働かせよう、これですよ、これ一択ですよ。一頃ね、なんだっけ、内部留保いっぱい持ってるって、まあ、これも会社によってるなんだかね、違うと思うんだけど、だけどさらにね、もう本当にね、儲け第一主義、
あの人間の幸せとか、あの給料上げてやろうなんて、これっぽっちも思ってると思うんだけど青になったからこれっぽっちも思ってない枝豆なんじゃないかなと思うくらいね、ほんと強欲、銭入れば銭儲け。でそのね、サラリーマン社長さん、皆さんみんな言うんですよね、そういった四半世紀1年を4等分して、その3ヶ月分に1回その決算ね、儲かってるか儲かってないか、そういうね、結果を出さないか、叩き出さなきゃなんないから分かってちょうだいよって言うけどね、結局そうやってね、株主に追いまくられる、ね、株主の株主に尻を叩かれ、ああ社長、なんか最近なんかそういうパターンが増えてきたな そんな社長なんですかみたいな、お気の毒様ですねっていう話なんですよ。今日も行きますよ、ここの 100円ショップ100円ショップ大好きなんですよ。人件費を安くする、安いものしか買わないというのは結局同じことなのだ。自己防衛、お金持ちも貧乏人もそうしがちなのだ。そんなんでね、外国人入れて、それで何年も安く働かさせて、日本で子供生まれる、それでなんか特定の期間までしか雇えないから、それ終わったらはい、雇い切り切ってしまって、はいさようなら、その人ずっとまたそのまま日本にいたりとか、その後のことはそんなもん知らねえよみたいな感じでね、あこうそ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 う、この話もします。昨日ですね、私はなんとか党の新馬幹事長じゃないっすよ、ちょっと話し方全然違うな昨日ね、南城市って、この前ね、知念岬行ったあそこのね、二来橋、金井橋の割と近いところに捨ててこっていうね、大型ねショッピングセンター、なんか倉庫みたいなね、で会員制でね、会員じゃないと入れませんよみたいな、そこ、それ沖縄に初めてね捨ててこがね、オープンしたんですよ。で昨日ね、その道一帯、なんかもう夜中の3時頃ね、もうその周りは大渋滞、もうあれです、フィーバーですね、捨ててこ大競争曲ですよね、競争曲、ラプソディーですよ、ラプソディー、それが起こってんです。それで、開店の時間の3時間前倒しの朝4時半開店だったかな、そんなになっちゃったんですよ。それでその辺りの道はもう大渋滞、なんかね、その二来橋、金橋の方から行くと多少ね混んでなかったなんてなんか書いてありましたけど、もう大渋滞で、その辺あたりのね、あもうそこスシローだこの道から来るといいね、スシロー、大渋滞で、あの辺りの、まあ、そんなに家は多くない場所だと思うんだけど、なんでそんなとこ建てたんだなんていうコメント読むとね書いてありましたけど、もうねその道通るね、南城シティバスですよね、エンズバスとかって言うんだけど、それなんかもね、まあ、弁慶の立ち往生ですよね、立ったままもう身動きできない、そんなんで、もう超大貧縮、昨日土曜日で開店で、今日もね、多分ね、大開店、まあそれもね、まあ、それはさっきの話と通じないかもしれないけど、もう人の迷惑、顧みない、もう儲け一本やり。みたいな、スシローじゃないですよ、そういったところで、あお客さん多いな、でもな、なんかそんなんでいいんですか皆さんとか思っちゃうわけですよ、漫才用やね、バカだからね。でもご飯食べたらちょっとね元気もっと出るかな、いただきますよ。はい、予想通りね、カウンター席一人だからね、待ち時間なしで座ることできました。日曜日です、ワンアーティットです。はい、第1弾が登場しました。1,2,3,4,5,6,7,8,9皿です。これが1缶100円の中トロ、
これがビンチョウマグロとキハダマグロ、イワシで、これがね、漬けウニです。これは130円だったかな。味わいます。お茶、なんかこの白皿ね、一貫だからね、結局食べ過ぎていつもより高くついちゃうね。いいんだけどね。ごちそうさまでした。はい、スシローでいただきました。15皿ちょっとね、いつもよりいただいちゃいました。まあいいんですけどね。来た時の話の続きをします。強欲強欲って話。またね、東京都のすぐ、北の方にあるね、埼玉のあのキューポラのある町って言われたね、中国人が一番多いらしいですね、住んでるのはね。でも今話題になってるのは、トルコ国籍のトルコにいる人たちのとある人種の人、とある人種の人なんだよね。なんかいろいろね、大したことないとか、いやすごい問題になってるとかってね、いろんな言い分があるみたいで、それでまたこともあるので、その市長さんがね、めちゃめちゃ擁護してんだよね、擁護。それでね、そのキッシーとか首相とかね、その市長さんとか、あるいはあの県知事さん、それで思うのはね、まあ大体ね、その経済界のね、強い要望、そういったものを受け入れざるを得ないということでね。このお話もとどのつまり、人の迷惑よりお金儲け優先ってことが見て取れる、誠に残念な裏側があるということなのだ。ということで、龍馬派にね、回ってるっていうのは多いと思うんですよね。それであの、その南東市のね、キューパラのある町のそのなんとか人の人たちもね、まあ、解体業ですよね、解体業。あの家を壊したりビルを壊したり、その解体の仕方がすごいとかって言うんだけど、それ結局ね、日本人の解体業者さんがその工事を請け負って、それをね、下請け孫請け、それでそのなんとか人の人たちがやっちゃってる。それでその、 一番その受注先、その日本の方、その人も実際には解体なんかしてないんだけど、まあまあそれはね、よくあるパターンですから、それでね、しっかりね、儲けさせていただけますのでね、そんなしてね、汚いっていうかね、儲けて何が悪いんですかみたいなこと言ってたけど、やっぱりそのグレーなね、お仕事っていうのはどうなんですかね。まあ万歳岩屋のやってるこのお仕事も含めて、まあいろいろ考える。そこで万歳大屋さんのお仕事、大屋さん業についても考えてみたのだ。立場の弱い人から搾取していないのかな、ところがあるんですか。万歳岩屋はそんなね、ひどいことしてないっていうかね、もともとそんな高いお家賃のワンルームマンション貸してるわけじゃないですからね、10万とかね、それでそのなんとか人の人たちもよく話題になってる、その人たちね、トルコから90日だって、90日ノービザの90日で日本に入国できるんだって。そしたらその90日のノービザってのは、まあ一般的にはそれね、観光ですよね、サイトシー、観光で、観光で入国してるにもかかわらず、いや私は難民ですとか、難民申請ですね。入国条件は不都合な事例が発生したら即刻帰ればいいのだ。母国を出るときに帰国便のチェックも厳格にするべきなのだ。いや、その辺はね、日本はもっと冷淡にね、ダメピシッとやった方がいいと思いますよ。それでアメリカのね、入国するときエスタっていうのがあってね、それの日本版、
エスタの前に J を入れてジェスタとかね、なんかそういうのをもうすぐ取り入れるとかって言うんだけどね、うん、そうやって観光してないやつはもう出国した時に罰金取るとかね、二度とね入国させないとか、そういうのすごい冷酷にやればいいと思うんですよ。そうするとね、人権がって、別にそのシンガポールみたいにとんでもないね、無残なね、無慈悲なね、そこまでする必要ないと思うんだけど、やっぱりね、表沙汰、表面的にっていう言い方もいいかな、やっぱり規則としては、その観光だけ入国いいとかね、それぞれまたね、留学とか就業とかいろいろそういったビザそれぞれあっていいと思うんだけど、観光で入っててそういうことをどんどんする、それでその抜け穴、その日本のその法制度のゆるゆるなところを悪用してね、いるってね、そういう人ね、いると思うんですよ。その人たちの人権を大切にとか、かわいそうだという人たちは、そう思う人たちがそういった人たちの面倒を見ればいいのだ。それがやっぱり話題になってるんじゃないかなと思います。こんな話ばかりしてますけどね、いつも感じるよね。やっぱりね、心配してるわけですよ。特にね、これヘイトじゃないですよ。本当に純粋に心配してるのはなんとか教ですよね。なんとか教の人たちが、なんとか教の人たちもみんな悪いわけじゃなくて、世俗的な場合、意外と緩いところ、それで本当原理主義的なすごい厳しいところ、なんだっけな、その宗教貧団によると、貧団じゃなかったなんとかなんだよね、その宗教法典の貧団によると、女性は男性の2分の1の価値しかない、そういうこと書いてあるんです。いや、それ実際に読んだことないから分かんないから、だんだん早い話が、女性はどこだかの大臣が言ってましたよ、女性は子供を産む機械なんだってみたいなね、そんなような考え方、まだそれだけじゃないですよね、いろんなのがあって、そういったような人たちが日本でね、そのなんとか教のその貧乱のゆとりにしろなんて、日本は無宗教なんだろう、何でもやれみたいなね、そんなふうな横暴が始まったりする可能性っていうのは、これは結構ね、危険度は万歳要因ははっきりすると高いと思いますよ。そういったようなね、大なり小なり、そういったようなことが、政治難民などと嘘をついて本物の悪い人が入ってくると被害を被るのは日本人だけでなく、日本にいる全ての人になるのだ。弊害がね、起こってないのかというと、やっぱ起こってると思うんですよね。いつもの場所来ちゃいました。本当いつもの場所ですよ、ここは。い、いろいろあちこち回ってます。今、メインプレイスの中でね、一つ買い物をしてきました。最後にもう一つ買い物があるんだけど、それはね、もういいでしょう。今日話したことはね、ちょっと大雑把すぎる話になっちゃいましたが、もうね、なんか人権って言ってる人たちに助けられて、いつの間にかちゃっかりね、全然言えばボロ儲けとかね、儲けばっかし、本当はみたいなね、そっちの方が頭の中がメインだみたいな、そういう何ていうか感激を塗ってというかね、そういうふうにやってる人いるんじゃないですかみたいなことを言いたかったわけですよ。立場の弱い人を利用して金儲けをしようと、なんかちょっと万歳要員もね、ちょっと心当たりあるっちゃ心当たりある。いや、でもね、その人を狙ってるわけじゃないです。例えば万歳要員大家さんの場合ね、生活保護受給者が入居されてる入居者さんが一人二人じゃないんですよ、何人かいらっしゃいます。それでね、なんちか暴利をむさぼってるっていうのは、そういうような場合っていうのは、これは貧困ビジネスなんていう言葉がありましたよね。大阪の方だったかな、その生活保護のお金もらったら、それをまずその
元締めっていうかその業者さんが全部それをもらって、それで中抜きしちゃうみたいなね、お家賃これだけで生活費これだけだからみたいなね、それがね適正じゃない場合ね、適正な場合はいいと思うんですよ。そうやって暴利をねしてる人っていうのはね、まあその生活保護を YouTube 番組でやってましたけどね、外国人まで生活保護そういった手厚くやってるのって日本ぐらいだってね、まあ、話どんどん戻りますが、ある国の大使館にその国の生活保護者のことを言うと保護を放棄されたと書かれていたのを見たけど、無責任すぎなのだ。まあその辺あたりはねきっちりしてほしいなと。まあ万歳王やの仕事もね、身近な話じゃないけどそう遠い話でもないようなね、そういう気がいたします。そういうことなんで、室町の交差点を渡ったのでそろそろね、これぐらい万歳王やのね、8月25日スシローで15皿も食べちゃってどうしましょうね、そういうわけでした。それじゃあにゃんごちゃんコーナー入りたいと思います。ちょっと涼しくなってきたよにゃんごちゃん、希望が丘公園のにゃんごちゃんお休み中です。いつも私はここにいるんだよって感じだよね。お腹ポンポコリンだよね。いつもねごちそうもらってるからね、もう餌配りに来る人いっぱいいるからね、ここね。幸せなにゃんごちゃんでした。バイバイ。